マサイの一服いかが始まりました。この番組の MC をさせていただきますマサイです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私芸人をやりながらスナックのママもやっておりまして、西小山という町でスナックやってるんですけども、この番組ではですね、その西小山とお隣の武蔵小山、その小山を中心に素敵なお店だったり素敵なスタッフさんをお呼びして、ちょっと紹介していきたいなという番組になっております。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてですね、この生放送中にはですね、こちらの鳥越あずりさんのX の方から、コメントを送ってもらうことできますので、皆さん、ぜひ、ぜひコメントお待ちしております。全部読み上げまーす。市川さん、お願いしますよ、コメント。いつもね、ありがとうね、市川さん。はい。それではですね、この番組ではいつもゲストをお呼びしてるんですけども、今回のゲストはこの方々です。どうぞー、カモーン。誰かな誰かな、市川さん、市川さん知ってるね。いつもコメントくれるからね、市川さん。はい、また来ちゃった。また来ちゃいますね。じゃちょっと2回目登場のケンジー。ケンジーってもう言っちゃった。じゃあ自己紹介お願いします。ケンジーです。2回目です。はい、2回目ってか2回連続です。連続だね。前回先月も、はい、来ていただきました。何のために降りるんだろう。ケンジー、ケンジー、ケンジーです。お願いします。そしてひろしでーす。はい、シュチ肉林の店長だね、ひろしでーす。ふるさーん見てるカメラ上ですか。え、どっちかわかんないんだよ、うちも未だに。これってどっちなんですか、カメラ。下なんですね。これだね、これカメラ目線だね、今ね。OK。じゃあ、2回目なんですけども、一応ね、ちょっとお店の紹介、簡単にね、前回も。もうすることないんだけどね、もう。前回めちゃくちゃね。計3回出てる人ってもう。段取りさんはね。さん2回と俺2回ってもう。そう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 。全部で段取りさん3回出てもらってます。一応だから、段取りさん気になる方は一応写真は持ってきてるけど、今日少なめなんで、前の、番組見ていただいてという感じですね。ちょっと一応やりましょうか。段取りさんの。お願いします。はい、お願いします。ちょっと参考にしよう。あ、来た早速。はい、最近押してるでしょこれ。前回なんかトロタクが一番いいって、うん、言ってたんだけど、うん、もう一気に抜きちゃって、もうあ、もうこれが今不動の1位なの。そこフルチキって、フルチキってな、フルさんのチキンってこと。あのね、結構有名なところのやつを、うん、まあ、インスパイアして、うん、なんか勝手にやってる。え、ファミチキみたいなこと。それみんな言う。みんなファミチキだと思ってるけど、ファミチキではない。何をインスパイアしたの。それ本当有名なお店のすごい人気の商品を、うん、ケンタッキーとかではない。ないや、テバでやんね、これな。そう、テバ、テバ、これ今推しなのね。めちゃくちゃ仕込みのやつ。フルチキっていう名前じゃ恥ずかしいでしょ。フルチキだから、タカちゃんのことでしょ。フルさんのチキンじゃない。自分大好きだから。タカちゃんが名前を押し出していく。タカちゃんがなかなかできないことだから。お、なんか名付けた。フルチキ、うま。これでも美味しそうだね。うまい。うん、いいじゃないですか。でも一回しか食べたことないんだけど。おいお、そうなんだ。なんなら作り方も知らない。え、厨房入ってるよね、だって。もう龍馬さんがやってくれてるんだ、前回の。ストーリーで毎回仕込んでるの、そう、出てくる。いや、これ。本当に美味しいんで。うん、美味しそう。推しです。推しだそうです、段取りさんの。はい、次お願いします。これさ。これね、これは。なんかさっき本当になんかもう本当ギリギリの時間になんか大丈夫ってきたから、いやもう本当にネタがないんですっていうのを言ったら、送られてきたのがこれ一枚。なんか今これもうナウ、今ナウ、今でしょ、今ナウ美容院からにも送ってくれて、あの髪を切ったよってちゃんと伝えてくれと。今ガッツくんって声で、武蔵くん。でもフルさん、今月次木曜日かコンプレックスのライブに行くの。もうきっかこ自体好きで多分寄せてるところ今。なんか今小山、今ハイトーンの髪が流行ってるんだって。小山で？そう、龍騎とか。え、そう聞いたことないだけど。ハイサイのヒロヤとか、みんな髪今明るくしてるみたい。みんな何コンプレックス見に行くの？行かないじゃん。なんでなんだろうねこれね。タカちゃん、じゃあこの状態で今もしかしたら番組見てるか。今見てる見てる。こうやって見てるってことね。コメントもしてくれるでしょ。ありがとうございます。タカちゃんコメント待ってます。待ってます。はい、そして、あれか。はい、これがね、段取りさんの。これ毎回変わんないんだよな。あ、でもちょっと変わってんのあるな。うん、前あれあったかな、あれユッケ。フルチキはない。フルチキないね、そういえばね。なんか写真撮るのめっちゃうまくない？これなんかの、あれ携帯で撮ってないでしょ。これ誰が撮ってんの。ググって貼り付けてるだけじゃないですか。他の店のやつ。他の店のフルチキあるわ。すごっ、だってめっちゃ写真綺麗じゃない。すごいね。確かに、うん、確かにって、え、スタッフでもね。でもこれあんま見ないからさ。
これ撮ってるのケンジさんじゃないんですか。違う、これは多分誰が撮ってんだろうね。めっちゃうまいよ。あ、あれじゃない、女のね、レイちゃんかもね。女の子の爪写ってるもんだって。綺麗やん、めっちゃ綺麗。これランドリーさんのインスタなので、皆さんね、気になったらちょっとぜひぜひここね見てください。料理いっぱい載ってます。コロコロメニュー変わっちゃうからもうほとんどないんだけど。え、これ今出てんのないの。もうね、ないんかい。ないものの方が多いと思う。え、待って、お好み鳥わさはあるんじゃない。あれ、とんぺ焼き、とんぺ焼きはあります。鳥わさとかは、鳥わさもある。うん、いつも通りの爆弾ある。うちよく食べるんだけど、今ね、ネバネバのやつちょっとやってると思う。あ、いいね、いいね。俺未だにその商品見たこともない。なんでいるよね。昨日もいたよね。なんだったら、うち昨日も段取りさん行ってるし、ね、今も焼きに専念してる。そう、昨日段取り終わってから行って、はい、こんな感じになっております。段取りさんです、よろしくお願いします。はい、そしてじゃあ初登場、ひろしですね。どうも、ひろしです。はい、じゃあシュチー肉林のっていうお店をね、店長やってるんですけども、シュチーのご紹介お願いします。写真お願いします。あら、いいじゃない、いい写真。これはですね、前々回か、前々回か、前々回か、ぐらいに出てるうちのオーナーの泉と一緒に最初撮った、うん、そうそうそう、写真ですね。泉と、これシュチーの中ですね。最初のオープン時ってこと。お、いや、違うな、オープンしてちょっと経って、ではなんか雑誌かなんかの取材の時に撮ってもらったやつですね。めっちゃいいじゃん。めっちゃすげえ、ごめんね、写真の途中で今忘れてた。そう、俺もいつも来るんかなと思って、ごめん、ちょっと寄せちゃったもん。初めてやったから全然わからない。あれ、なんかね、わかんない、酒好きなくせにいつも乾杯忘れて、ごめんなさい。と現場とちゃうと思う、すいません。結構大事なメインのところです。すいません、忘れてました。じゃあ、いつものお願いします。マサイの一服いかがで、はい、すいません、マサイの一服いかが、乾杯。よろしくお願いします。ごめん、めっちゃ忘れてた。うまっ。いや、絶好調だ、体調いいわ。ごめんね、写真の途中で酒優先してしまって、すいません。大丈夫、大丈夫。大丈夫、すいません、続きお願いします。ますあ、これね、泉 ね泉にそうそう2回出てもらってね。シュチ、前もちょっと説明ちょっとだけしたけど、フィエスタっていうお店の姉妹店って感じなの。そうですね、姉妹店。姉妹店でシュチ肉林で、ヒロシがこっちを任されてやってるっていうことですね。はい、じゃあ次の写真お願いします。あ、誰これ。竹本翔太です。え、全然違くない、顔。あれもう、今は泣き。そう、いやいやいや、泣くなってはない。ちょっと、命か、あっちに行っちゃっただけで。そうなんだ。なんか、まあでも、よく見たら、これはあれよね。シュチの、あ、シュチじゃない。フィエスタの店長 A、A、B。店長 B です、ね。B の方ね。今は泣き、店長 B なんですけど、もともとこの、うちのオーナーの泉と、この竹本翔太。うん。の二人が始めたお店で、もともと僕はお客さんやったっていうのを、ちょっと話したいがためだけに竹本翔太使わせていただきました。しかも、この結婚したの、ね、最近結婚した。あ、そうね、おめでとうございます。竹本さん、おめでとうございます。そう、お客さんだったんだよね。そうなんですよね。めちゃくちゃ来てた常連みたいな感じだったんだね。それ、いつの間にかなんかちょっとずつ手伝い出して、本格的にスタッフになってるっていう。そう、順々と。ね、うち、お客さんだった時から知ってて、うちも普通に飲みに行ってたから、そうそうそう、喋ったりとかして。関西の人たちの本当さ、ね、シュチとかさ、シュチやん、フィエスタはなんか関西のビールを置いてるから、スタッフは関西でやってますみたいな感じだったら、あれよね、関西じゃないよね。僕ですか。うん、これ何言っちゃいけないやつじゃないよね。僕は全然関西人ですよ。え、僕神戸ですから。あ、そうなの。そうです。あれ、関西弁出てた。関西初めでも、あれ兵庫とかじゃなかったっけ。兵庫です、兵庫。兵庫の神戸です。なんか全然あんまり関西弁出ない感じですね。めっちゃ出してるやん。だ出てきたやん。急に出てきたやん、関西弁。あ、そっか。じゃあなんか難しい、関西弁って、こうタメ語っぽく喋っちゃうと全然出せるんですけど、何々やんって、あれ敬語みたいなのが、そ、あ、それみんな言うよね。そうなんですよ。でもなんか、なんとかですやんみたいなの言わない。それが敬語なんか敬語じゃないかってなったら、関西人は敬語なんですよ。うんうん、ですってついてるからね。そう、うん、あ、だからちょっと言いづらいっていうか、お客さんだとちょっと考える感じ。むずいっすよね。そこ全然結婚式呼ばれなかったんだけど。あーっと、何でもメンバー誰も呼ばれてなくない。これはちょっと審議ですね。営業だから多分出れないんだろうけど、声は欲しいよね、そういう時。ちょっと写真見たけど、お客さんは
何人か言ってたよ、常連さんで。なんかこの人呼ばれるんだったらうちが声かかってもよくないって人たまにいるじゃん、いたりするじゃん。2回目の結婚式に期待しましょう。いや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 、うわー、やだやだ、たけちゃんごめんね。あ、じゃあ次の写真行きましょうか。ここからはね、うんうん、もう多分何度か、うん、見たことある、ここでもさせてもらったと思うんですけど、うん、まあ店内と外観の写真を、うん、おしゃれやね。閉店した後とかこんな感じだよね。あ、これなんかちょっと寂しいね、ゾンビ。ゾンビからちょっと寂しい。まあまあまあ。あ、コメント。最近もっと暗いんですけど。あ、コメント。コメント誰かな、市川さんかな、市川さんでした。市川さん。さすがだな。乾杯。仕事終わり一緒です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日見ますって、予告いただいたんで、ありがとうございます。そろそろ会いたい。え、いつ市川さんはここに来るんですか。市川さんどうする、あ、ちょっと後で相談しましょう、市川さん。一服にはなくて、ないんだ。そう、ライブでだけ会って、そうそうそう、差し入れとかね、くれたりして、そうなんです、優しいです。毎回見てくれ、だって、ヒロシももう市川さん知っちゃってるもんね。市川さんはもう絶対知ってます。よかったね、市川さん、結構人気。なんならこのラジオの一番最初のコメントは、譲ってます。うんうん、なるほどね、市川待ちしてるのね。市川さんがコメントして、ようやくみんなコメントできるんで。そう、市川さんがまずやらないと。でもさ、市川さんがもしこっちに来ちゃったら、誰がコメント送ってくれるのってなっちゃうからさ、市川さんやっぱりさ、そっち側でコメントを提出してもらいたいけどね、うちは。それか、ここに来てこうやってここで打つか。自分で打って。そう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 。視聴者側初のゲストあるかもしれない。そうそうそう。そうね。そういうのもありかもしれないですね。そうね、確かに。そう、何回かやってるとさ、もうだんだん人がさ、かぶりまくるから、うん、新しい人出すと思ったら、やっぱ市川さんもありかもね。よろしくお願いします、市川さん。よかったらね。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、じゃあ次行きましょうか。なんかポンポンポンって感じね。うんうんうん。まあ、一応何度か言ってると思うんですけど、関西のクラフトビール扱ってるっていうので、うん、まあそこの右側は全部関西のクラフトビール、うんうんうん、右と真ん中かな、うんうん、でちょっと左側ちょっとやらしいのがあるんですけど。何やらしいの、なんかある。シャンパンパンです。シャンパン、あ、なんだ、コンドームかなんか映ってんのか思ったんだよ。あ、ごめんなさい、すみませんすみません。え、シャンパン、まあもうお金になるやつだよね、あれ。そうそうそう、やらしい、やらしいね、それは確かに。すごい出してくるんだよね。じゃあ出ちゃうんです。隠しといてほしいもんね。段取りさん、あれ黒いので隠してるんでしたっけ。段取りは別になんかメニューに載せないし。え、そうだっけ。載せる店とかもあるから、うん、ボンボンうち載せてます。でもそんなの載ってたらさ、うん、絶対さ、お祝いとかだとさ、入れざるを得ないじゃん、もう。いいじゃん、いいじゃん。だからもうフルさんとか絶対入れちゃうの。うん、もうあったらもうやるしかなくなっちゃう、うん、それこそなんか何段階かに分かれてたら金額が、うん、そのさ、しょぼい方を絶対選べないじゃん、うん、あれがまたね、ずるいんだよね。なんか、まあ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 、まあ、でも小山のそういうさ、お祝いし合うっていう流れあるよね、結構ね。まあ確かに、うん、行ってこいがすごいから、ね、いやもう今うちいい街だ、ほんとに。そう、いやでもいいと思うよ、うん、でマジであれやりすぎて、うん、コロナ禍とかも結構なんか、まあ、店やったりやんなかったりで、うん、でもやっぱ仲いいから、周りの店と、うん、みんななんかやっぱさ、あの時期でもさ、うん、みんなやっぱ、うん、あった、いろいろやっぱ行き来してたりしてたから、うんうんうん、でもあれ見てると本当、もうお金の受け渡しすればよくないって思っちゃう。いや、生々しすぎるでしょ、それは。お店抜きにして、ね、で、それもらったらそのままこう返す感じになっちゃうじゃん。まあでもいい街です、みんなね、ズブズブなんでね、うん、そうですね。はい、じゃあ次行きましょうか。あ、これもおしゃれですね。すごいじゃん。そうそう、ここ入り口入ったところからね。そうです、そうです。ね。ちょっとここ段差あるんでね。クラフトビール、ね、ベロベロやったらこける。クラフトビール好き？クラフトビール好きというか、ビールはやっぱ飲むからね。うち前、なんか今スナックやってるけど、結構前に、ベルギービール専門店で働いてた時とかあったから、そ, いい、そうそうそう。だから、たけちゃんさっき出てきたじゃん、はい、そこのベルギービールで働いてた時の別の店舗のスタッフさんだったの、たけちゃん。え、わかんへん。うん、そうです。そうです、それです。そう、そこです。そう、それで、知ってて、そう、あ、そうなんだっていうのをやってたから、そう、だから、え、飲まない？クラフト。なんか、フィエスタも好き、仲いいのにさ、はい、一緒にいるのに、クラフトビールが嫌いすぎて。嫌いっすか、好きじゃないから。目の前で。過去だって俺、たぶん1回ぐらいしか飲んだことないよ、たぶん俺。この間、この間、僕、誕生日やったんですけど、うんうんうん、で、おめでとうございます。お祝い来てもらった時、うん、僕、その誕生日に毎年1回自分でオリジナルビール作るんですよ。おえ、こ、その醸造所に行って。あ、そうです、関西の。で、今年は、自分の出身兵庫である、うん、姫路で作ったんですけど。すごいね。飲みました？あれ一回、どうしようかってやって、フルさんと一回見たんだけど、はい、違うなっつって戻した。好きじゃねえもん、飲めないから。もう飲めよー。
すごい。それまだあるの？それちなみに。あります。あるんだ。え、なんていうの名前？そのビール、ヒロシのビール。いやいや、そんな、あの、ちゃんとビール、今回5種類のホップ使ってるんで、なんか、うん、そういう、なんか、5種類の奴隷に見立てて、ファイブスレーブスっていう名前で。かっこいいじゃん。かっこいい。ね、売りたいんで。うん、かっこいいじゃん。もう宣伝しとったらいいよ。ないの写真、それ。今日、入ってる？それ、そういうのさ、あげた方がよくなかった？そうだよ、そうだよ。クラフトビールとか。いや、わかんない。もしかしたら何枚かあるから、まあね。あるかもしれないね、広島。そうです。まだ、まだ序盤ですから。そうだよね。わかったわかった。あと多分、今ちょっと折り返し地点ぐらいなんで、ね。うんうん、折り返し地点ね。じゃあ、まあ、あと大体多分、内観外観なんで、ね。うんうんうん。これね、まあ、おしゃれですよ、ね。そう。なんかちょっと、チャイナ風のね。そうですね。感じのね。なんかタバコ吸わせてくんないから、ここら辺にタバコ吸うの。クレームです、クレーム。電子タバコ OK になりました。あ、電子タバコ、そう。そっかそっか。うちは電子だから吸えるんだ。電子はもう中に吸ってもらいます。あ、紙だけ外でお願いしますってことですね。タバコ吸えないのってやっぱきついよね。まあそう、やっぱりお酒飲むとどうしても吸いたくなるから、できればその場でこうパッて吸いたい。今、まあね、綺麗な店だからね。まあね、まあね。焼肉屋で吸えないとことかわけわからんもん。もう、あ、そうだね、煙。焼肉はちょっと吸いたいですね。うん、吸いたいし、吸ってよくないって思っちゃうけどね。その煙吸い込むし、どうせ。そう。え、でもあれ、ひろし紙紙タバコ。僕電子です。あ、電子か、はい、あ、じゃあ吸えんのかね。電子に変えました。あー、もうそう、そうなんだ。店内伝承系になったんで、うんうん、その外に吸いに行くんがちょっとまあ大変だしね、なんかスタッフさんね、やりながらで電子に変えましたね、うんうん、じゃあ電子の方は吸えるってことで。段取りなんかタバコ禁止っていうの初め貼ってたのに、もうなんかいつの間にか。え、どこに禁止だったんですか？貼ってたよ。段取り？嘘。でも最近お客さんでなんか入ってきてさ、はい、なんかさ、聞き方がさ、タバコっていけますかって言われた時にさ、うん、なんかさ、いけるんだったら帰っちゃうのかさ、わかんない時あるじゃん。この人は多分タバコを吸いたくないから、うん、タバコ吸う店なんだから買いたいのか、ね、吸いたいのか分かんなくって、うんうん、でもその二択に大体外して帰っちゃうのよ。あれじゃん、じゃあタバコ吸えますか、タバコ吸える店ですかって言われたら、なんでですか、吸えますかって言われて、なんでですか、吸えますって言うじゃん、吸えますかって言われたら、うん、じゃあ大丈夫です、また来ますってそっちでもむずいね。あんなことある、うん、でどの道その人入ったとしても後から来る人タバコ吸うでしょ大体、うん、そうなんだよ、ね、そう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 。だしなんか、あの、あ、もしよかったらなんかその、あの、煙が届かないような席ありますけどっつって、ないけど、でも段取りないけどないけど言ってみるんだよ、ないけどちょっとコメントきました。市川さんです。すごい。アズーリ FM の建物の下でコメント打ちましょうか。わらわら。仕事の後、浅草橋、4時50分ならギリ間に合います。あ、ただの出待ちになりそうです。ほんと、なんかほんと来そうじゃん。市川さん。まあ、対面？うん、対面。いや、あの、建物まで来たら下じゃなくて、あの、もう、あの、あ、いてください、控室に。控室でコメント打ってください。市川さん、ありがとうございます。いや、待って、市川さん、2連ちゃん。すごい。そう言われると、マサイさんは秋田の人っぽくないですね。以前旅行で秋田行ったとき、タクシーに乗ったのですが、運転手さんの言葉、一言も理解できませんでした。そう、うち、あ、さっき、ね、出身の話したからね。いや、そう、秋田はなまってるけど、やっぱ青森とかも、結構ね、青森とかの方がちょっときついんじゃないかな、もしかしたら。そう、私秋田出身なんです。全く出ないもんね。あんま出てないですよね、確かに。いや、うちだから上京してきた時に、あの、訛りを捨てたくなかったの。だからずっと訛って喋ってたんだけど、うん、マジで伝わらなすぎて、もうこっちが直さなきゃダメなんだと思って直した。でも、うん、はなんかお笑いでの話ですか？お笑いもあるし、あの、ちゃんと普通に、あの、大学で来たんだけど、その友達にも伝わらないの、その訛りがきついと。だからちょっとずつ直してって。でももう秋田に帰ったらもちろんもう出るけど、そう、こっちではもうだいぶ出ない、ね、うんうん、出なくなった。全然出へんすね。もう新幹線で多分、あの、山形越えたぐらいからうち多分標準語になってる、多分ね。そう、 あっちに行ったらもうちょっと秋田の言葉になっちゃうけど、そんな感じで。何の話してた？何の話してた？何ていうか写真だよ、写真。お願いします。どこまで。これはやばい。これね、これ泉、これうちの村の泉と今日店回してくれる大ちゃんですね。あ、こっち分かんない。何してんのこれ。 どっちも同じように見える。同じフォルム一緒。奄美に旅行行ったんですよ。いいね。で、あの、合同旅行とかで、うん、あの、他のお店の人と大体16人ぐらいで行ったんですかね、うん、めっちゃ旅行行ってるもんね。そう、いいね。行った時に、あの、たまたま部屋が泉さんと大ちゃんが一緒だったんですよ、うん、でそれ、うん、僕が一番帰るの遅かって、うん、帰ったらこのポーズです。なんで、あの、ちょっと隠してんの？手ぶらしてんの？僕が触ったとかじゃなくて。
似てる似てる、いいな旅行とかめっちゃ仲いい。これはまあうちの会社旅行こういうのあるんですよっていうのでちょっと上げさせてもらったんですけど、うん、え、ちなみにスタッフ募集してるとかそういうこと。スタッフ募集してます。おお、じゃあ旅行がどれぐらい月じゃないか、半年に1回ぐらいめっちゃ旅行してるもんだって。頑張り次第ですその店舗間の合同旅行も呼ばれてないんだけど。あ、じゃあ僕ら呼ばれた側なんで。そらそうですよ、自分らで企画したらそら。そんな仲良くねえから。おっとっと。ここ仲いいでしょ、だから二人にしたんで。僕、セセブラめっちゃ食ってますけどね。確かに。ちょっと、わかんないからやめて。セセリーブラック。セセリーブラック。セセリーブラック。あ、お、吉田光一。やばい、新しいからな、わからない、ファイブスレ、なんだっけ、スレブス、はい、ラベルかっこよかった、知ってるでしょ、こいち。お客さん、え、お客さん、お客さん、こいちさん、こいち、こいち、こいちさん、うん、こいち、こいち、この顔出てる、吉田こいちってフルネーム、後ろの印刷だから、多分本当はここ金髪になってる。あ、そう、今、あの髪の毛、あの金だったり、ピンクだったり、緑だったり、よく変わってる、本当だ、そう思ったら本当だわ、そうそう、こいち、来ました、ありがとうございます。すごい、あ、ありがとうございます。すごい、出たじゃん、あったじゃん、これね、これです。ヒロシが作った、すごいじゃん、かっこいい。スタッフさんやっぱすごいっすね。うん、ね、できるでしょ、できるんですよ、本当に。しかもなんかあのこれコメントとかくれるときもさ、めちゃくちゃ下から映らないようにみたいなのがめっちゃくれありがたいです。そう、あ、出たね、出たね、出ましたね。小市も結構行ってるもんね。小市さん、そうですね、お客さんですね、常連さんですね。結構すごい朝方見かけたりする。あ、いや、いるね、いるね、声かけんとこうと思ってそっか、行って、そっちにも出張にも行ってたのがいいね。かっこいい、かっこよかった、確かに。さっきの、はい、じゃあ次お願いします。お願いします。あ、タカちゃん、ね、こっち出すんだったらさっきのあれ証明写真みたいなのいらなくない？なんであれ奥も抜いてんの？本当だ。何、流行ってんの？何の回なのこれ？それは多分ね、前回のうちの龍馬みたいになってないこれ。なんかね、ちょっとあるよ。似てる節あるよ。ちょっとある。ちょっとなんか申し訳ないなと思って、竹本さんの写真を、うん、あの使い方するのはあれなんで。うん、一番漏れてる写真選ぶ。これが漏れてんの？もっとあったでしょ、他に。ほら、え、まあ、かっこいいけど、かっこいいけど、なんか結婚式呼ばれてねえかな。すげえね、リボってんじゃん。全然面白くない。全然面白くない。だから、貸してたけちゃん、貸してたけちゃんの写真、貸してたけちゃん、献身が機嫌悪くなる。ビール一本もらっていいですか？あ、そう、次あります、写真かな。はい、あ、これはあれですね。写真のやつ。じゃあ写真は全部終わったんやな。そう。あれ、じゃああれだ、ヒロシの誕生日の時だ。あ、そうです、そうです。あれが。どれどれ？あ、あ、そうね。浅野ね、投稿が。うんうん。で、うちこれでさ、ヒロシって浅野って言うんだって初めて知ったんだけど。あ、そう、なかなかね、やっぱり浅野っていう、うん、あれのイメージがみんなないと思うんで。そう、浅野っていうイメージじゃない。どうですか？田中って感じがする。田中？でもやっぱね、オーナー直樹が、うん、フィエスタ出資とかって、うん、この告知がやっぱすごいから、うん、その何かにつけてさ、はい、するじゃん、お祝いしますって、うんうんうん、そこにあのシャンパンやっぱ飾ってあるとさ、うん、ちやらしいね、やっぱね。フレム、何せめても周年と、はい、まあ、誕生日とかでしょ、うん、でも見てください、周年と誕生日と、まあこれはちょっとあのあれですけど、一回なんかすごいなって、なんか移転してからなんか1周年みたいなさ、ごめんなさい、僕シュチの方で来てるんでちょっとフィエスタがちょっとわかんないです。もうあれ見てやらしいなと思って本当に。でも移転してからのは分からん、僕も月日が。そう、 あとさ、なんかさ、なんだっけ、あのさっき旅行みたいな話出たじゃん、はいはいはい、あれの頑張り次第って言ったけど、あれってさ、はい、テキーラのなんかあれ関係ある？テキーラさ、あの、まあ、例えばうちらがお客さんで行っててさ、はい、テキーラのなんかゲームして負けてきみたいになったらさ、はい、そっちが負けたらさ、テキーラでなんかつけてるじゃん、あれ。うん、なくなりました。あ、なくなったのね。あ、そうだ、あれ前なんか自腹みたいな感じだったもんね。なくなりました。それでなんかうち旅費を貯めてんのかと思ってた。ずっとなくなりました。なくなったんだ。そっか、じゃあいいじゃん。じゃあよかったね。頑張りっていうことはただ単にあの売り上げってことなんだ。そうです、そうです。なるほどね。そっか。全然、あれ？なんか言いたいことある？さっきのあの、なんだっけ、インスタで。竹ちゃん戻んなくていいわ。これね、そうそうそう、あのシュチ肉林っていうねお店、武蔵小山の方にございますんで、なんか気になったらビール好きな方とかね、そうですね、でスタッフも募集してるらしいんで、関西の方特に、はい、いつも募集してるよね。でもしてますね、忙しいからじゃない、入れ替わりが激しいってこと。うん、いや、あの社員いないですよね。社員いない、うん、社員今だ、社員でしょ。各店今2店舗あって、うん、あとオーナーの泉がフィエスタの方で、
唯一の社員が手中にクリーンの方なんで、うん、やっぱりもっともっと熱い、ね、人がいればいるだけいいかなっていう、うん、え関西じゃなくてもいいの？今も関西の縛りも途中からなんか縛りなくなって なくさ結局なんか見つからなかったんだろうね。おもろいやつはおもろいとそうじゃなったんじゃ、うんうんうん、パワハラアラハラがすごいからそんなないだろないだろ。なんかピーとか入れるんですか？ピーなんかもしかしたらやってくれる可能性ある、うん、ただ遅れるけどどこがピーかわかんないから無理かな。ケンジさんのここに黒いバーとかこうやってほしいちょっと自分でやろうこれ。言っちゃいけないこと言っちゃいそうはい、じゃあ写真の方は以上ですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、シュチさんと、シュチニクリンとダンドリさんでした。じゃあ、企画のコーナー行きましょうか。はい、はい、いつもやってます。エピソードで教えてですね。はい。あ、コメント来ましたね。はい、こちらにですね、ちょっとランダムでトークテーマ入れてますので、はい、ありがとうございます。市川さん。はい、市川さんです。市川さん、なんかもう。秋田芸人といえば大村小町さんもいますね。お写真センシティブ、おへそ掃除してくださいだって。おへそちょっとマサイちゃんちょっとちゃんと回収してこれはあのちょっとあのいろんなあれが混ざってるんですよ。まず秋田芸人といえば大村小町さんですねっていう、はい、あのその大村小町さんという芸人がいるのでここは1個それでおしまいですね、はい、女芸人さんですね。仲いいんですけど私もね。で お写真センシティブ、さっきのおへそ掃除してくださいって言ったのかな。多分イズミンとあの手ぶらの写真あったでしょ。 あれがのこと言ってたと思う多分。市川さんこれ多分画面こう拡大してる感じですかどこ気になってこう汚いんじゃないのダメだ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 あれで隠そう、さっきの白い手で隠そう。大丈夫なの怒られるぞ、怒られるやつでしょこれ。ひろし怒られろ怒られろ。マサイさん、はい、全部ケツ拭いてください。やだよ、やだよ、怖いよ。じゃあ、怒られたらうちも一緒に怒られる。そしたら、すいません、土下座します。オーナーの裸を。一杯飲むで治ると思うんです。オーケー、分かった。じゃあ、やりに行きます。すいません、泉。後で謝ります。はい、ということで、こちらにエピソード、ね、トークを入れていただいてるんで、ね、ランダムで弾きますので、でちなみになんか、さっきもらったのがめちゃくちゃ少なかったんで、私からの質問も入ってます。じゃあ今回マサイさんからのが出た方が面白いかもしれないですね。本当？ちょっと見ずにいきますよ。じゃあこれうちだ、うちの質問。お互いの2人のね、いいところと悪いところ教えてください。いいところ、どっちからいく？ケージからいくか。ヒロシのいいところと悪いところ、ポンポンでいいよ。詳しくなんかエピソードあればいいけど。でもこれ本当にないパターンどうしよう。どっちがないの？思ったことがないの。ヒロシってなんか何はちょっと嫌です。いいところ、まあいいところか、うん、いいところ知ってる。よくだって二人飲んだりもするしさ、言ったら今日さ、なんか別にそんなに気にはしてなかったけど、その 2番手じゃないですか。そうですね、お店のね、店長とかオーナーがいて そのなんつうの、右腕的な感じの二人をちょっと呼んでるから、なんかそういうのも踏まえてあれば。なんかある僕ですか、うん、いいところはてん、まあ、え待って、こんなことある？そうそうそう、2人のこれはひどいよ。その仕事を、例えばうちはまあ2時に終わるんですけれども、うん、2時終わって、多分段取りさんもそのぐらいのケースが多いんですけど、うん、今からいいですかって言ったら、うん、大体 OK してくれます。うーん、それも俺関係ないね。段取りのいいところ段取りのいいところだね、今ね。いや、そう段取りの、そう、メンバーのいいところ、ケンジ個人でもそれ連絡するのにケンジさんに連絡するんで。あで、もっと個人的に言ったらケンジさんのいいところは、うん、でん、まあ、なんだヒロシとかってさ、うん、俺も年結構上の世代だから、うん、なんか年下でもさ、うん、まあ、生意気側だから、うん、生意気な年下の人の一人なんだけど、うん、なんか可愛がれることさ、うん、本当ただ生意気なやつってやっぱいるから、うん、でもヒロシはなんか可愛い子、許せる名前、だから多分どっかが好きなんだと思う。で、確かになんか弟分じゃないけどさ、うん、こう年上に可愛がられる感じはあるよね、うん、ヒロシはね、うんうん、なんか、なんだろうな、あんま、
うーんって止めとるよ。何がいいところかわかんないんだけどね。まあ許せるからどっか多分好きなんだろうなっていう。じゃ悪いところはもうないってことね。じゃあお互いないな。酒癖悪いとかさ、なんかないの？特にない。あんまないかな。そんな、うん、多分それがあんま繋がりも多分あんまないのかもしれない。そうですね。悪いところとか見つかるぐらい、そんなに深く言いたいんだから今日多分マサイさんここ行ってくれてよかったです。ねえ、まあ、間入んなかったらやばかった。これはなんでここに呼ばれてるのかわかんない。怖い怖い、嘘。やだよ、こっから早く番組終わりたいよ、ちょっと。嬉しい。じゃあちょっと次行きましょうか。これかな。でん、フルさんの酔い方がひどい。こっちはな、なんか愚痴じゃないですか。なんかこれ多分周りから見てる人とか、うん、まあ、例えばヒロシだったりとか、うん、フルさんとかやっぱさいっぱい会うじゃん、はい、宮で、はい、うん、絶対なんかさフルさんが酔った時とかさ、うん、すごい場面見たのいっぱいあるでしょ多分。いや、すごい、僕はまだちょっとフルさんのそういうところを見たことない。いや、ちょっとなんかでもこれでもフルさんに限らずなんだけど、やっぱ富山の街の上の世代が、うん、あんまり言ったのが後から言われちゃうからあれだけど、酔い方がひどすぎて、なんかさ、そのハッピーな感じの酔い方をしてくんないから、みんな。なんかオラついちゃうとか。あー、なるほどね。もう何かにムカついちゃうとか。まあ、なんかさ、高校中学とかでさ、そういう、うん、なんか、そういうね、まあ育ちはみんな良くないからっていうところもあったからね。でもなんかやっぱこんだけさ、うん、西小山も武蔵小山も仲いいから、うん、なんかやっぱみんな楽しくさ、うん、なんか周りの人どうでもいいから、うん、自分のことだけみんなちゃんとやってくれればさ、うん、みんなハッピーなわけじゃん、うん、でもやっぱ古さんの場合はね、うん、もちろん熱い人だから そうね、そ, なんかそんなこと思ってないんだけど、うん、やっぱりどっかにぶつかっちゃう時もあって、うん、でも今ってまだ良くなったの、うん、これ俺十数年前いた時に旦那に、うん、もう本当に飲みに行ったらどっかで揉めてるとかすぐ怒っちゃうから、うんうん、大丈夫？見てるよ、坂ちゃん見てるよ。でもあれがあったから俺はなんかちゃんとフルさんの、うん、フルさんが酔っ払った時は、うん、ちゃんとしてないとっていうのがあるから、うん、なんかしっかりできる。ああ、いや、ケンジね結構真面目だよね。でも一回マジで、うん、フルさんやっぱさ目離すとさ、うん、どっかなんかこう言い合いになってるかもしれない気になっちゃうじゃん。外にいる時に、うん、なんかちょっと目離した時にフルさんがいなかったの前に、うん、やばと思って、うん、そしたらすごいちょっと遠くのとこから、うん、ふざけんじゃねえよってめっちゃ怒ってる声聞こえて、うん、やばい揉めてると思って、うん、そこ見に行ったら、うん、あの信号の歩行者専用ボタンみたいなところに超連打してたんですよ。すごく何に怒るの？それに怒ってた。おいいよ、いいよいいよ、すごいな、いいよ、そういうのちょうだい、そういうのちょうだい。まあでも誰も迷惑かかってないから、ね、なるほどね。ケンジさんが入れた唯一の1個これですか？そうそう、1個ずつしかないから、ま、1個がこれもう質問とかじゃないじゃないですか。そうそう、エピソードトークだけ、まあ、これ、うん、何ただの愚痴ですもん、ほら見えるかな、見える、あ、ちょっともやけど、フルさんの、フルさんのなんとかやめろやめろ。唯一の1個これでしょ。フルさん、本当あったかいい人なの。ほら自分で回収した。え、待って、今日この後あれ出勤？今日は休みだからよかった。じゃあな、一日置けるね、じゃあね。多分今日酔っ払って忘れると思うから。じゃあちょっと待ってよ。はい、じゃあ、うん？あれ？なくなってる。うん、もうない。いや、あるけど。まだあるの？あるけど、全。近隣の飲食店さんのこれおすすめ。あ、これ僕だ。ヒロシ。近い店僕です。そうです。うんうん。よくないですか？え、何？その飲食店のおすす、ん？おすすめの飲食店じゃなくて。メニューでも飲み物でも、その近くのお店の。どっち？西小武蔵小？あ、もうこれは僕は今武蔵小山なんで武蔵小山で行こうかなと、うん。ちなみに何？僕はあの居酒屋おさむさんの、うんうんうん、韓国海苔。おー、どこでもあるじゃねえか。うちにもある。そう、あとはもうヤングコーンですよね。ヤングコーンめっちゃ効く。ヤングコーン、あとあれでしょ、玉こんにゃくだっけ。玉こんにゃく、え、おさむさんのでしょ、全部食ったことねえけど。うちもいいですよね、酒しか飲まないから、ね、ちょうどいいそのつまみとして、うんうんうん、すごいいいです、うん、ほんとおさむさんとかもね出てもらいたいんだけど、ちょっと大変そうだからさ。お母さんとかも働いてるね。そう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 、家庭料理感すごいよね。あ、いいね、なんかあのアットホームな雰囲気だし ね、うん、おさむさんね、おさむさん推してます、武蔵小山にあるんですよ。おさむさん、おさむさん見てるかな。
武蔵小山のね、おさむさんっていうお店があるので、そちらもチェックお願いします。で、出してくれてる。あ、わ、マジすごくない？なんで？なんでわかんの？すごい。そこまでしなくていいですよ。いやいやいや、いや褒めてよ、褒めてよ。できるんだから。すごいじゃん。これおさむさんの、何これ、食べログか？食べログ、すごっ。よく見つけるね、ヤングコーンある、ね、うん、ヤングコーン、あ、あ、その右下のやつですね、うん、そうです、これヤングコーン、上の何か塩昆布の、塩昆布です、すごいでかっ。これ何に乗ってんの？お皿？キッチンペーパーやめろやめろそんなわけねえだろ、皿だよ皿。僕何も言ってないですけど、ね、うん、いい皿だよ。ムサコイチいい皿に乗ってんだよ。これね、おさむさん。今日怒られるね、いろいろ怒られるね。そんな見ないから大丈夫。でも確かに、え、何ある？西小山、うん、ないんかい。富樫さんかな。あー、富樫さんね。このメニューっていうか、うん、店も美味しいし、やっぱ、うん、それでも俺あんま行ってないんだけどね。やっぱさ、カウンターないからさ、一人でやっぱ、俺一人で飲みに行ったりするから、うんうんうん、やっぱ団体じゃないとさ、行きづらいし、あとね、混んでるからね、予約しないとなかなか入れない。あとなんかファミリーもね、すごい多いよね。そう、もんじゃ焼きなもんでね、うんうん、そう、富樫さんもね、結構その名前でよく出るのよ、この、うん、あの番組でね。なんならやっぱ富樫さんも、うん、外で飲み歩いてる人だから、うんうんうん、合うね。富樫さんのことめっちゃいじったろうかなって思ってたの、初め。あの、一緒、もし一緒に出たら、やっぱ年長組だからみんな言えないじゃん、うん、でも俺はもうガンガン言うから尖ってんな。たまに尖ってお前なんかいろいろ言いすぎて、うん、本当になんか説教みたいに言われる時あるの。言いすぎだぞって、うんうん、本当に。あ、すごっ、尖ってさんも出た。これはさ、ちょっと待って、スタッフさんできすぎて怖いんだけど。本当に美味しいんだよな。西小山と武蔵小山大好きじゃん、もうスタッフさん。すごいじゃん、富樫さんこれね。行ってほしい。もんじゃとお好み焼きもありますからね、鉄板焼き屋さんで。めちゃくちゃ混んでるから、これは絶対、あの、もし行かれる方は絶対電話して行った方がいいと思います。富樫さんですね。うん、ただ富樫さん熱狂的な阪神ファンなんで、阪神苦手な方はちょっと、だからだ、巨人ファンとかも行けないでしょ。でも、でも働いてるカラミちゃんはめっちゃ巨人ファンなんで。だからどっちでも、ちょっと大丈夫か、ちょっと大丈夫だ、大丈夫です。はい、じゃあ、え、おすすめ以下、これ2人のやつ出たからね、そう、うん、じゃあ次、すごいね、あ、待って、37分まだいける、まだいける、どうする、どっちやりたい。うちの質問あと2個あるんだけど、その質問面白い、それ面白くはない、変なやつ出てこない。いや、わかんない、ちょっと何書いたっけ、忘れちゃった。ちょっと一回言えたらでいい。あ、ごめんなさい、オーナーへの愚痴。ごめんなさい。これも、ね、マサイさんが入れたやつですもんね。これうちが入れた。そう、うちが入れた。これはちょっと責任私も取るんで。ちょっとちらっとっぽいこと出てたけど、先ほど健二さんなんか。健二はだってもう。あんまないんだよな。あるか。ある。まあ、C っていうなら、な、飲み歩いちゃうから。うん、その飲んだ次の日は二日酔いじゃん、うん、まあ俺も一緒に前日一緒に飲んでて、うんうん、次の日やっぱフルさんのそのテンションがもうガタ下がりの時、うんうん、二日酔いでね、やっぱきついよね。それはな、どう接していいかが分かんない。昨日こんだけきつかったって言われちゃうと、うん、でも俺もその場にいるから、うん、まあ、そこに関してはもう自己管理だからさ、うん、しっかりつらいかどうかに関しては、うん、もう自分がやってしまったかどうかであって、次の日はやっぱみんなさ、おはようございますって、うん、みんなで楽しくやっぱやりたいから、うん、いや、言ってる？言ってるな。髪を染めてるけど、逆に聞いてても失礼の。でもこれでもね、どこの店舗もそうだよね。いや、あの、一緒に働いてる子がさ、そのオーナーへの愚痴はあります。ずるくない嫌いなとこあったわ。出たね、言い違いました、言えねえとこ。 NC なしって言ったのに、うん、いや、さっきあんなになんか言ってやる。いや、そう。すげえよ、本当に。オーナーへの愚痴でしょ。うん、愚痴っていうか、まあ、あの、ほんと検事みたいな心配事とかそういうのでもいいんじゃない。愚痴というよりでもいいけど。愚痴か、それか、なんか、うん、僕結構、うん、やっぱり2人社員僕だけで、うん、定期的に泉さんと揉めるんですよ。、うん、めちゃめちゃ揉めます。揉めてるやん。揉め事がある。なんならその誕生日でオリジナルビール作りに行ったって言ったじゃないですか、うんうん、一緒に行ったんですけど、行った、うん、神戸でも揉めたっす。何で揉めるの？その味とか。お互い酒もいろいろ回って、うん、夜中3時に知り合いの店で初めて行ったのに、う
1時間ぐらい揉めて何で揉める何を揉めるビールの内容とかで揉めるってこと。いやまあその会社のこととかいろいろね、うん、あそうなんだ、ま、でもそういうのも言い合える仲ってことだよね。お互い腹割って喋れるってこと で、ね、いいですよね。言ってやそれいいですよね、ま、だ大丈夫大丈夫なの、うん、大丈夫です。ちょ、うん、あの直接言いますなんか溜まったらまたあの段取り来て、ね、また段取り、そうですね、うちずっと吐きな、ね、じゃあこれ、あ、ね、これ言っとく、2人の出会い、わあれこれ申し訳ないけど全く知らない。え、覚えてない、全く分からない、分かんないです。どっから知ってる、そのそれこそお客さんの時。でもそれで言ったら多分ケンジさんあれだ、僕はパチンコ屋で働いてる時に、あ、そうだ、パチンコ屋だ、もともと。すげえ、さっきから。でもそこには、そこには行ってない。ああああ、あれ、なんだっけ、あれ。将軍、あ、言っちゃうね、将軍。もう聞こえてたよ。そうそう、後で、後でピン入れてもらって。あと、もともと、倒したとこ。もともとだってパティシエだもんね。え、あ、だから、だからなんか作れるんだ、なんかデザートとか。すごい、あ、そうなの、そう。全然、風貌パティシエじゃないじゃん。そうそう、一個だけあったわ。そのパティシエって聞いて、うん、なんかさ、誰かの誕生日の時にさ、うん、すごいフルデザート作った時あったじゃん、はいはいはい、俺その時すげえと思って超感動して、うん、で自分のなんか誕生日かなんかの時に、うん、なんか俺一回だけ、うん、俺もこういうのやってほしいっていうのを言った時あったの、うん、何にも、ね、ほんとさっきから何にもないんだね。何もなかったの呼ばれませんマジで。それにプレゼントももらえる何もなかった。いいところと悪いところだ。嫌いなとこあるわ。出てくる。そんなことある。嫌いだわもう。はっきり言って。嫌いだ。二人の出会いは何？じゃあそのパチンコ？違う、なんかそのパチンコ屋の先輩に来てるその常連が先輩で、うん、先輩やったんで一緒に連れてきたのが初めて。ケンジの先輩。あ、いや、うん、僕のパチンコ屋の、うん、先輩が団体の常連だったの。ああ、なるほどね。そこで連れてきたのが初めてかな。うん、どれぐらい前の知り合ったの？もう結構何年も長い。でも5年ぐらい前じゃない？フィエスタ同行より先に行ってます。うん、おお、すごいね。じゃあ。でもヒロシ年間多分10回会うか会わないから。いや、そんなわけないでしょ。もっと会ってるでしょ絶対。だって毎週もっと会いに来いってことですかね、うん、そうです。だって毎週火曜日あれでしょ、行ってるんでしょ。毎週火曜日の、うん、終わった後行きたくて、うん、ずっとあれでたまたま、うん、夜中行った時に、うん、夜中ってドラマやってるじゃないですか、うん、ドロドロの恋愛ドラマやってんの。あれの1話が始まったんですよ、うん、やったら毎週火曜日は来て全部見ようと思ってたんですけど、うんうん、なんか2話目 で、うん、でも今日ちょっともう閉めるわってなったから、うん、僕も忙しくて行けませんってなって、うん、ちょっとな、もうそっから心折れた。ちょっと折れたっすちょっと折れちゃったそれで。あ、なるほどね。まあでも行きたい気持ちはある。あります、あります。全然あ合ってるでしょ、本当。めちゃくちゃ合ってるでしょ。本当にそんな合ってないんだけど。合ってることにしよう。今日行きましょう。あ、でもいいわ。この後ね。この後ね。この後行きましょう。はい。じゃあ、それが二人の、まあ、さっきの出会いということで。ということで。どうしようかな、今。時間もやばいよね。いや、あの、もう一個ね、企画ね、ちょっとね、用意してんだけど、ちょっとやってみる？初めて、なんかうち、アプリをさ、取ってさ、案件じゃないそれ。案件急なアプリ。いや、そんな似てない。誰そこまでない。逆に案件なら喜んでしょ。案件じゃ、そう、ちょっとなんか違うのやりたいなと思って、さ、なんか、トークテーマがシャッフルで出てくる、アプリがあって、で、だから、例えば今これ小さい頃の夢とか出てるけど、これもう合コンとかで使うようなやつなの、多分。ちょっとこれをやりたいなと思ったんだけど、一回だけ、ちょっとはできるな。ちょっとはできそうだね。じゃあ、ちょっとやってみるね。ってんつって。すごくない？すごい。すごくない？シャッフルしたお酒の失敗エピソードって出てきた。すごくない？お酒の失敗エピソードね。これしかもさ、テーマって本当になんか、いろいろ入り混じってる恋愛とかもあるのに、うん、この二人をゲストに呼んでお酒の失敗エピソード出てくるって一発目。ね、ある？あんまないんだよね。本当？本当に。なんでないんだろう。多分人生で本当に潰れちゃったって。うん、多分5回ぐらいしかないと思う。5回あるじゃん。じゃあその人1回教えてくれよ、何か。でもじゃあその辺で寝てるとかそういうこと？外とかで寝るとかは絶対ないし。ああ。喧嘩とかに関しては分かんないけど、それはもうさ、うん、失敗っていうか。いや、これやっちゃうの？いや。口？言い合いで終わるけど、うん、でも分かんない。でもそんなのでもさ、みんなだって失敗どころじゃないし、普通でしょ、つまん。ある。
いやもう普通っていうかそうだ、うちひろしのあの言っていいんだったら一服一服いや僕もパッとこれ出た時に浮かんで一服でやったもん一服なんなら初めましてでやらかした初めてあのひろしがまあお客さんからスタッフになったぐらいの時まだギリお客さんだった時ぐらいの時です。で初めてなんかうちのお店にあのイズミンとかと遊びに来てくれたの、うん、その時にじゃあ何っつってあのジャッカーなんか入れてくれたのね、うん、ボトルでみんなで飲みますっつってでヒロシトイレであのやらかしてやばいそうあ大丈夫大丈夫まだ5分あるからそうそうでイズミンが全部掃除するっていういやあれはすごいそうですねあれはなんか僕ウイスキーがダメなんですけどあそうそうねウイスキーしかないって言うんですよじゃあそんなわけないだから今は金味あるとか言ってますけど金味いやヒロシに関してでも段取りでもあの従業員と、うん言い合いになって喧嘩したらもう失敗だからねいやだから僕は結構数多くあるなと思ってうんだいぶでもあれじゃないのそのそれこそお店任されるようになってからさもう落ち着いたっていうか任せられるようになってからあの従業員と揉めたそうなんしてるんででもあるよねやっぱり、ね、そのね、うん、失敗と捉えるか、うん、お酒のおかげで言いたいことを言えるかと、うん、私、まあ、学びです ね、 そうですね学びですただその場所が悪かったと選ぼ場所選んだか場所が悪いどうしようもう一個ぐらいいけるかなもう一個言って終わりにしようかなドゥン次行きましょうお互いのどこが一番好きさっきやっちゃった、はい、抜き打ちお互いの誕生日覚えてるかチェック絶対わかんない絶対わかんない誰も知らないよでもヒロシはなんかこの前これはちょっと僕にアドバンテージあるな確かに最近そうかそう6月そうあ6月じゃない5月16日いやいやあれ4月じゃあ違う5月16日まだ違うまだなんか言われてくれる感じですかちょっと何月かだけちょっと当てよう5月でしょ俺4月マジ5月じゃないうちだってゴールデンウィークもっと前だったゴールデンウィーク中じゃないいや4月末じゃねえかな考えてくださいまだ時間あるじゃんあ4月末4月末末な何日近い方が勝ちにしようじゃあヒロシ5月のうち2位とか4月末ですあっ早っ4月の4月28日です言った4月28日かおめでとうございましたおめでとうございましたおめでとうじゃあどうしようもううちらの誕生日は別にどうでもいいもんね。どうでもいい。うん。ドンドンつって。家で一人の時何する？じゃあ休みの時とかね、みんな何してるのかなつって。ずっと動画見てるな。ああ、ネットフリックスとか？マサイの家で。あいや。前回のハゼなんか正解するか。あの海の家のネタ。やめてやめて。嘘でしょ。やめてみないで。あの衝撃のなんかあの麻雀のネタ全然やんないねなんか上がってないよね。そうあの麻雀最近ちょっと離れちゃったから。あの見たかった一回ちょっとやってみてやんないよねやんないあのチャイナ服着てねやってたんですよ麻雀のネタね僕多分それ YouTube で一回見たことあるマジでやだあれ、 これできたコメントこのタイミングでこっからどっちだ市川さんマサエさんは酒強そうだから失敗はなさそうだから一度聞いてみたいです私酔っ払っちゃったあ、俺も聞きたい酔ったのもいや酔ったらうち多分酔っちゃったんじゃなくてもうみんな帰ってよって言うと思う多分早く帰るよって言うと思うそれ店での話店でじゃなくてもっとなんかじゃなくて可愛いからなって言うってじゃなくての方が多分あるでしょ確かにあなんか酔ったらちょっとで赤ちゃん言葉じゃないけど なってるいきなり1個前まで大丈夫だったのに1杯飲んだらもうそれになってきたなんかドゥンって落ちるというかなんか変わる時があるんだねそれなの誰かに甘えたい感じですかいやあのうちの女の子に甘えてるなんか一緒に行った女の子とかにあとはあでも言ってるからなんだでもいつも帰り際そうだよもう帰るっつってやんもう帰る会計3回ぐらいそうお会計いつもなんかあの酔っ払ってさお会計しないで出ちゃった時とかあるからさそれがもうし失敗心配であの財布渡すのやめてほしいあとお願いみたいなそうじゃああのここから抜いてっていうそう こっからも取ってっつってこれでやれる分だけお願いしますっつってそうあのイブサンローランを見せつけたいのみんなにムーンジックラジオムーンジックラジオパチパチパチムーラジ市川さんはいありがとうございますあ違うこれ全然違うあ違った違うって市川さんじゃないってよくないよくないよ違う人のなんかコメント言っちゃったでもそろそろ多分市川さんこの下ぐらいにいやいやもう来てるからあじゃあ番組終了1分前なんですいませんじゃあ、あの、はい、最後ね最後ねあなんかそのどうでした今日は
楽しかった。楽しかったです。本当に不安しかなかったけど。うん、あっちまでだったよ。マジでやばいと思ってたけど。うん、意外と早いですね。早かった。なんかケンジーもめっちゃなんか前回良かった。うん、2回目だからちょっとあれだったね。でなんか言っときたいことあれば。2人ともお店のあれでもいいし、逆にマサイさんのお店のあれは、あ、後であのちょっとだけホームページ出るから大丈夫。うちらもさんがコメントをくんなかったことが確かに、あんなになんかすごい言ってきたのに絶対に何もしてくんなかった。あの後でX やってるんですか。いや昨日登録したんだよ。だってマジで目の前でしたじゃん。明日うちがちょっと動いてX の登録してってこれでコメントできるみたいな、何もしてくんないんだ。高ちゃん後で行こう。段取りで感想聞こう。段取り今日も頑張ろう。イエーイ。休みでしょ。休みです。大ちゃんということで、じゃ あの最後すいません、私の一服のあれお願いします。いつもちょっと出してもらってるんですけど、はい、一服西小山でやっております。女の子の名前もね、あの1週間誰がいるかっていうのをあの出るので、こうやって見て、あのもしねよかったら遊びに来てください。これ大丈夫、日付何これ。もう いつもだって YouTube 公開された時もう終わってんの、うん、そう終わってんの。じゃ あのうちが今からシフト作んなきゃいけないの。シフト作ってそれでこっちに日付確かに大丈夫っていうかね、前回のやつ12になるじゃん。もう今日のしかないじゃないですか。今日のしかない。今日おらんし、今日うちいないよ。ここにいるんだもん、うち。はい、ということで一服でした。ありがとうございます。じゃあマサイの一服いかがでした。今日もありがとうございました。毎月日曜日、あ、じゃあ第2日曜日やってるんで、よかったら見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。